ブルトン国家党、または、ブルトン国民党は、1931年から1944年まで存在したブルトンの政党。第二次世界大戦のフランス解放後に、ナチスへの協力を理由として解散させられた。前身は、ブルトン自治党。1931年8月、ブルトン自治党ガンガン大会後に、同党は、連邦派と独立派に分裂。 パブの崩壊の後、モルバン・マルシャルを中心とする連邦主義者は、ブルターニュ連邦主義者同盟を結成した。対して、オリエ・モルドレル率いるナショナリストらは、ブルトンの独立を求めるブルトン国家党を結成した。これは、1911年から1914年まで存在したブルトン国民党の復活であった。1931年12月27日、 ランデルノー大会が開催。その後、セレストン・レネに率いられた活動家たちが、ブルトンの大仏統合を象徴していた、レンヌのジャンブーシェゾを爆破した。PNB は、ケルト主義の影響を受け、アイルランド人の独立運動を模範とした。また、ファシズムとも結びついた。1939年の第二次世界、大戦勃発時に、大独協力を理由として禁止されたが、 フランスの敗戦後に復活した。1941年、PNB から明確な新独派が分裂し、ブルトン国家社会主義労働者運動となった。機関紙は、ブルトン日報、ルールブレットン。ありがとうございます。